努力すれば夢は叶う。叶わない人は努力が足りないだけ。以前はそう思っていました。でも今の私は努力すれば夢は叶うとは言えません。夢は叶う人もいれば叶わない人もいるからです。そんな 私の考えを変えた話をしたいと思います。皆さん、ショートトラックという競技は知ってますか知っているっていう方、どれだけいますかお、すごい。ありがとうございます。ショートトラックは、一周100メートルほどの小さなリンクで、4人から8人くらいの人数が一斉に滑り、 タイムではなく、駆け引きを行って着順を競う競技です。表情の競輪とも呼ばれています。前から3人目の赤いユニフォームを着たのが私です。 こんな感じで競技します私はこの競技を小学生の頃から始め中学に入ってからは週3回ここ浜松から愛知県まで練習に通いました全国大会ワールドカップ世界選手権に出場し夢はオリンピックに出場することでした そして2010年バンクーバーオリンピック日本代表に選ばれました。私の夢が叶った瞬間です。夢にまで見たオリンピック選手になりました。日本を出るまではオリンピック選手っていうだけで周りからチヤホヤされ自分ってすごいなって思ってました。 しかし、選手村に入ると、全員がオリンピック選手です。当たり前ですよね。その中で、すごい選手はメダリストでした。私の結果は7位。オリンピックは出るだけじゃダメなんだ。メダルを取らなければ。バンクーバーでメダルが取れなかった私は、新たな夢を オリンピックのメダリストになることとしました。2014年ソチオリンピック。メダル獲得を目指し挑んだソチオリンピックでしたが、結果は5位。メダル獲得の夢は叶えることができませんでした。悔しい気持ちもありましたが、私は現役を引退しました。 実は私、このオリンピックで引退するって決めてました。理由は二つあります。一つ目は年齢です。次を目指せば私は31歳。今がピークと感じてました。もし、この措置でメダルが取れなかったら、もう次はないだろうな。このまま続けていても伸びる可能性は低いだろうな。 4年後、自分が活躍するビジョンが見えませんでした。二つ目は、女性として早く結婚して、出産して、家庭を築きたい思いがありました。スケートのない普通の人生を送ることへの憧れがありました。なので、私の予定では、メダルを獲得して、気持ちよく引退して、結婚して、 幸せになろうって思ってましたが、叶いませんでした。2014年3月、私は一般社員として仕事に復帰しました。入社9年目でしたが、毎日スケートだけの日々を送っていたので、仕事はほとんどできません。周りの上司や先輩、時には後輩からも仕事を教わりました。 そんな日々が続きました。スケートのない日々は新鮮でしたが、私が思っていたものとはどこか違いました。時間がたくさんできて、好きなことして楽しい日々が待ってる。そう思っていたのに、何か物足りない、寂しい気持ちがこみ上げていました。何をしても楽しくない。 気づけば心にぽっかり穴が開き、そんな自分が嫌いになってました。これまで目標に向かって限界を作らず走り続けてきたのに、今の私は夢を諦め自分の中に限界を作ってしまった。家庭を持つことは30代でもできる。でも、スケートは今しかできない。 私は再度挑戦する決意をしました。これは私のわがままです。わがままを承知でスケート部の監督にもう一度スケートがやりたい。復帰させてくださいとお願いしました。しかし断られてしまいました。監督からはスケートも会社もそんなに甘くないと言われました。 それでも諦めきれず私は何度も監督のもとを訪れ復帰したい思いを伝えましたその気持ちがあと半年続くようなら考えてみるそれが監督の回答でした私はこの半年間で自分自身スケートとしっかり向き合い気持ちの再確認の意味を込めて 地元、浜松のクラブのコーチや大会役員など、スケートを違う角度から見て、スケートが心から好きなこと、夢を追う自信を取り戻しました。2015年4月、スケート部への復帰です。ただし、条件がつきました。それは、仕事を一日こなし、 勤務時間外でトレーニングを行うこと。日本代表に入り、平昌オリンピックでメダル獲得の可能性がある場合のみ、会社としてサポートするとの条件でした。過去の経歴など関係ありません。ゼロからのスタートです。スケートと仕事の両立。仕事面では、 職制としての責任や新たに役割が課せられ、時間外で行うインフォーマル活動や残業の日々を過ごすようになりました。朝7時半から夕方6時頃まで働き、夜の7時から8時までウェイトトレーニング、8時半から10時までスケート、家に帰るのは11時でした。 トレーニング計画を立てても残業で遅くなった日は氷にすら乗れません。時間のない日は自宅でローラーを使用した自転車トレーニングを行いました。スケート部に在籍していましたが他の選手と一緒に合宿に参加することはできなかったので一人で長野へ行き合宿を計画しました。練習相手もいない タイムを計ってくれる人もいない、ビデオを撮ってくれる人もいない、そんな中で一人で滑りました。宿泊代や交通費、リンクの貸し切り代は全て実費で支払い、この年の給料と有給は全てスケートに費やしました。これまで国や 会社のお金を使って、コーチ、スタッフの方がスケジューリングしてくれて、何もしなくても練習場所があって、ご飯が出てきて、寝るところがあって、休養時間があって、選手はただ滑るだけでした。スケートをやることって、こんなに大変だったんだな。経験して初めて知りました。 そんな日々を送っていたとき、私の耳にスケート関係者からこんな声が聞こえてきました。どうせ代表には戻れないよ。リークは過ぎたよね。すごく悔しかったです。確かにこの生活では練習量も足りないし、代表復帰は厳しいかもしれない。体の疲労や、 精神的疲労もあり、心が折れそうになりました。仕事がなければもっと練習できるのに、そんな思いもありました。そんな日々を送っていたとき、職場のみんなが私が就業時間後にトレーニングをしていることを気にかけ、私の仕事を手伝ってくれるようになりました。 伊藤ちゃん、あとはやっといてあげるから練習いっといで。伊藤ちゃんのスケート、また応援できるのは嬉しいな。頑張ろうな。そんな職場の方の言葉に救われました。この時私は、スケートも仕事も100%で挑もうって決めました。 仕事を一生懸命やることで職場の雰囲気が良くなり人間関係が深まること。私が思っていた以上に職場のみんなは私のことを考えてくれていました。両立すると決めたのは自分。仕事をおろそかにしてまでスケートを復帰するのは違う。これまでスポーツは 結果を出さなければいけないという意識が強いものでしたが、私の結果を出さなければは、みんなのために結果を出したいに変わっていました。2016年1月、復帰戦の全日本選手権、みんなの思いを胸に滑りました。 結果、私は2年間のブランクを乗り越え、総合優勝しました。そして、日本代表に復帰し、2018年、夢に向かって3度目のオリンピックに出場しました。が、結果は6位。メダル獲得の夢は、 叶えることができませんでした。今年の3月、私は2度目の引退をしました。引退はこれで最後です。結局、私は復帰しても夢を叶えることができませんでした。しかし、復帰したことで私は大切な 仲間の存在を知ることができました諦めず努力し夢を追い続けたことで私は本来の夢以上のものを手にすることができました私の中ではメダル以上の価値あるものを得ることができたと感じています 夢に向かって努力したけど叶わなかった。スポーツをしているとどうしても結果が全てと言われ、実際にどんなに内容が良くても負けたら意味がないと評価されます。でも人生においては夢を追う過程を重視してもいいかと思います。目に見えるものだけが 結果とは限りません。目に見えないものであっても一生の宝物になることもあります。私のように。